はい、どうも。こんにちは。こんにちは。ガンダラの矢野和成と。カジュールマッサージョです。はい、カジュールさん、次回の放送はいつ？4月と5月の分、はい、もう5月も決まったんですね。20回します、はい、4月の25日、はい、日曜日、はい、と、それから5月21日、うん、何曜日予定分かんない。その2回も決定しましたので、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいんですが、はい、内容としてはそうですね、次回、4月の25日放送分は、うん、まあ、10回記念ということで、10回記念、まあ、別に記念何をやるってことはないんですけど、ハンドル上げたね。とりあえず、一部では、なんかちょっと僕紹介したい楽器とかもいろいろありますので、はい、なんか新しいことをちょっとそこでやれたらいいなと、はい、思ってます。ものはカホンです。カホンで、今までカホン取り扱ったことなかったんで、矢野はそのなんかユニットでカホンをよく、そうですね、はい、ね、なので、普段僕がどうやってカホンを叩いてるかとか、それからカホン、まあ手軽な楽器なんで、意外とまたお前にいろいろ教えてもらわないかんね。カジュラさんに教えたいと思います。はい、で2部ではどういうか、はい、2部はね、ちょっと矢野とか俺が、ずっとドラムやっていく中でこう、まあ、同業者というか、はい、レジェンドドラマ先輩だったり、はい、まあどうなんかな、外国のミュージシャンだったり、はい、そういう人たちをちょっとずつこうフレーズなり何なりを、はい、解説していこうかな。なるほど、はい、で、まあまあ俺たちが思うなりの、はい、こういうところがあの人たちはすごかったんじゃないですか、はい、あの人たちは面白かったっていうことを、はい、まあ、踏まえてドラムのテクニックとかも、まあ、その辺もちょっとこうやれたらいいなと。毎回そのテーマを持ちながら、うん、何分かはその誰かを丸裸にしていく。そうですね、俺たちなりに、はい、うん、そういうことをやっていこうと思っております。まあ、いわゆるレジェンドドラマ、うん、僕たちの思うレジェンドドラマの方たちをちょっとフィーチャーしていければいいかなと、はい、ちょっと最近悲しいことも、まあまあいろいろありましたんで、まあそういう追悼の意味も込めまして、まあ、それ自然とそういう話が出ると思います。そうですね、はい、そういう話もできたらいいなと思います。もちろんセッションも考えてますんで、はい、あと世界とつながっていくことです。リンゴスターとチャーリーワッツとつながるのは夢ですので、ね、12月までに。ぜひチャットでご参加ください。はい、と、はい、ということで、次回ガンドラ、はい、ボリューム10、はい、4月の25日日曜日、いつも通り夜8時から8時から、はい、配信開始となっております。はい、ぶってご参加ください。はい、よろしくお願いします。ということで、ガンドラの矢野和成と、はい、こちらもお疲れ様でした。